カワタヒナは外の匂いを嗅ぐことが好きで、中でも季節の変わり目であり、特に夏から秋へ変化する時期の夜の匂いが好きであると語っている。カワタヒナのチャームポイント、エクボであり、だんだんエクボが深くなりすぎて薄いエクボになってほしいと思っている。カワタヒナが日向坂46のメンバーの中で彼女にしたい人は佐々木組であり、彼氏にしたいメンバーは松田好花である。カワタヒナはお笑い芸人のサンドウィッチマンが好きで、欅坂46時代の冠番組で共演した際、その旨を伝えたところ、サンドウィッチマンから DVD をプレゼントしてもらった。